もういいじゃん、奥まで行って行って人間いるね見たことないものいっぱいでおみじがびっくりしてるなあ、ずしゃちゃちゃちゃそこ乗んない乗んない私乗んない行くぞ、行くよ、うん、えそうここじゃないここじゃない先まで行ってあ、もみちゃんストップ、ほら何かわかる、これクマ、クマね、クマいたね、クマはわかる実際にはい錠前を取るところ今戻ってもいいですか、はい、もちろんです、お願いします、もみちゃん見せてもらえるって、わあびっくりしたびっくりしたびっくりした、なんだ、ページのちゃんとつながったものになります、はい、で最終的に、はい、まあ、10冊なら1冊にまとめて、はい、それを50、はい、なら50に積んだものを次の工程に渡していくっていうところで作業になります、はい、まとまったのがあんな感じ、もみじちゃん分かりましたか、分かった、本当にいいやつ、あ、素敵な説明だったのでよく分かったそうです、ありがとうございますでは次の工程に行きましょう、もみちゃんありがとうございます、して、うん、はい、ありがとうございます、はい、次ね行きましょう次こう刺さっていくようになるんです、それがこのワンセットになるんです、あ、そういうことなんですね、ええ、それを 1,2,3,4 セット必要で、こう次から次かけて、それをあの機械の工程の中でやってたんですね、
1分間で 2,30 冊の糸かがりの作業が行われてたんですか。へえ。あの糸を、はい、糸が入ると、あー、そっか、厚みが出るんですよね。はい、こうやった時にこことここの高さが違うじゃないですか、はい、でなるべくこっちの高さにしたいんですよ、うん、それでこれを要はここに入れてプレスする形になってくるんです。なるほど。ただすごい。平らになりました。表紙的にまだ他のところでこうプレスされるので、うんうん、この型あの閉まったまんま他のところでずっと固まるので平らになる。おお。勉強になりましたか？分かった？分かった？本当に？とりあえずもみちゃんすごいってことは分かったみたいです。すいません、ありがとうございました。